孫権は領州の馬頭、益州の劉備との同盟を果たした。目下の敵は曹操のみ。孫吾はいよいよ曹操打倒に向けて動き出す。迎え撃つ曹操も赤壁の敗戦から立ち直り、勢力を盛り返している。全土を巻き込む大戦は近い。そんな中、新たなる火種が生まれつつあった。天下二分対天下三分、希代の名軍師二人の思惑が冷たい火花を散らす。これより我らは連合し、城陽を攻める。諸侯の力を結束させ、共に曹操を討とう。城陽は曹操の慶州攻略における重要拠点。過日の赤壁にも劣らぬ大軍を展開しているだろう。これを崩すのは容易なことではない。そこで我々は敵を撹乱すべく広く展開する。馬超殿は北から、劉備殿は西から、そして孫吾は南から、それぞれ城陽へと向かう。承知した。我らの全力を尽くそう。一番の狙いは敵の目を分散させることだ。各々が得意な戦法で存分に力を発揮してほしい。相分かった。領州の騎馬部隊の実力、曹操に見せてくれる。諸葛亮、何か意見はあるか。曹操は我らが組むことで赤壁のような奇策を仕掛けると警戒しているはず。それを逆手に取る周瑜殿の策に依存はありません。よし、皆迷いはないな。では行くぞ。我らの力を結集し、曹操を押し潰すのだ。三国の同盟をもって城陽を攻める。各々の力を発揮し、敵を打ち破るのだ。防衛を差し向けるつもりか。だがこの周公旗に感化はしない。ここだ。よし、この地は我らが制したぞ。海水の陣とはまさしくこのことだね。戻って策の練り直しだ。敵将討ち取ったり。見事だ。その調子で奮戦せよ。君すぎで見苦しいね。ちょいとおとなしくしてもらおうか。つけてみよう。ここだ。ついHuh!
抗菌、常に勝ち続けるのみ。あの地を抑えるぞ、進め。騎馬隊の機動力は城陽攻略に不可欠だ。馬長殿、僭越ながら加勢しよう。皆さん、楽にして差し上げなさい。我が前にひれ伏すがいい。いい戦ぶりだ。半城を抜けられるな。馬長殿、共に城陽へと来たかけよう。もはや我らに敵なし。敵大将の首捕らえ受けようぞ。ままならぬものよ。周公金、常に勝ち続けるのみ。よし、この地は我らが制したぞ。
旅情がいる限り常用は抜かせん。やっはっはっやっはっやっ。常に勝ち続けるのみ。必要だ。ここは我らが援護に回ろう。今こそ敵の要所を叩く。ここだ。敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。行くぞ。敵の要衝を落とすのだ。他の要衝を目標とする。いざ進軍。敵を蹴散らし勝利へと邁進せん。他の要素を目標とする。いざ進軍せよ。ここだ。いいぞ、その調子だね。敵の防衛線は切り崩した。このまま連携し城陽へと進攻するのだ。
周黄金、常に勝ち続けるのみ。いいぞ、その調子だぜ。守りに長けた将を配してきたか。みんな勇猛に攻めて防衛線を打ち破るのだ。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。見事だ。その調子で奮戦せよ。ここだ。敵の防衛線を突破する。みんな力を一つとして当たるのだ。鉄儀を守れば7つと勝利は得られる。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。ここだ。厳粛に受け止めねばならぬ。筋金入りですな。お見習う所存です。敵将打ち取んたり。周黄金、常に勝ち続けるのみ。この調子だぜ。筋金入りですな。自分も見習う所存です。お前こそ真の三国無双だ。やはりそうきたか。残念ながらその手はお見通しだよ。そなたの働き、雲中随一よ。ここを死守する。皆一丸となって鉄壁の要塞と化すのだ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。Hyah!
随一よ。ここを取られるってのは考えたくないな。俺たちで守るとするか。よっ、はあ、よっ、せいや、はあ、せい、せい、せいや、せい、せいや、はっとー、はっとー、ここだ。見事だ。その調子で奮戦せよ。はっ、せいや、やっ、はっ、ふん、予定地点に到達しました。直ち火剣を発動します。うわぁ、火だ、敵の家系だ。家系は見事に功を奏したようだが、諸葛亮は味方ながら恐ろしい男だ。そこまでだ曹操。この
徴用を得て貴様の波動を断ってくれる。よし、ここで防御体制を取るのだ。これは魔物だけまずい。ピンときたんだって。敵は城陽より撤退を始めています。遠からず慶州の曹操軍は完全に排除されるでしょう。ついにこの日を迎えたな。孫悟にとって慶州は思い入れのある地。亡き父上や兄上もさぞお喜びだろう。孫権殿、城陽の制圧おめでとうございます。劉備殿に代わり戦勝の祝辞を申し上げに参りました。お主が名代というだけで素直に喜べんな。して我らに何の用だ。目的は別にあるのであろう。ええ、こちらとしても話が早くて助かります。城陽の太陽を考えてはいただけませんか。取ったばかりの地を稼いだと、なんと高顔な。益州は山が多く土地の活用はしな。肥沃な慶州の力を借りねば、このまま民は飢えていくでしょう。我らの力が衰えて喜ぶのは曹操のみ。そうですね、周遊殿。殿、大義はなりません。ですが、城陽は対曹操における最前線。我らと共に劉備軍も防備に加わるというなら。共同統治というわけだな。諸葛亮殿、周遊の提案はどうだ。ご厚情、感謝します。こちらは防備に長ける関羽殿を駐屯させましょう。孫悟からはどなたを置かれますか。我らは定府殿を残そう。これより城陽の軍はその両名の合議で動かす。それでよいな。承知しました。では私はこれにて。
苦労して取った常陽に奴らをはびこらせ、その家中に我が輩を投げ込むとはな。お主らしくもなく諸葛亮に丸め込まれたか。断れば命が崩れ、早々に隙を見せることになる。しかし全面的に受けては常陽を譲るも同じ。ここは間を取った共同統治が唯一の道でした。帝府殿の名を出したのは常陽の主導権を握っていただきたいからです。あなたならば関羽にひるまず挑発することができる。関羽を焚きつけようと？お主は一体何をしようというのだ。諸葛亮の思惑の上を行き、関羽を我らの駒として使うのです。奴こそが天下二分の道を開く先兵となりましょう。これより慶州を得た勢いのまま曹操を攻めます。目標は司令の二都市長安と洛陽です。長安に当たるのは両州の馬長殿と益州の劉備殿。我らは帝府殿や各将関羽殿と共に洛陽を攻略します。異議を唱えよう。拙者は我が兄劉玄徳を慶州に呼び、共に洛陽攻めに当たりたい。義兄を呼び寄せ何をしようというのだ。共同統治に合意しておいて、この後に及んで我が輩らと戦えぬと？そういうわけではござらん。昨日陛下より兄者と拙者に宛てた文が届いた。巨匠から洛陽に移送され、曹操に禅譲を迫られていると。ふん、ならばこのまま攻めることに何の不都合もないように思えるが。だが文には兄者の名も。帝が窮地にあられるならば、近くにおるお主だけでも助けに行けばよかろう。それともお主は義兄がおらねば何もできぬのか。確かに。ならば堂々はいらぬ。拙者が先鋒となり帝の恩名を救い申し上げる。そちらも進軍準備をお願いいたす。お主は以前曹操をあえて見逃したそうだな。恩義を盾にされその刃再び鈍らせてないぞ。これでよいのか。見事な挑発でした。これで関羽は突出します。このまま我らの進軍を遅らせれば、曹操を守る精鋭部隊に阻まれた関羽は窮地に。孤立した関羽は帝の情報を伝えるためにも長安を攻める劉備を頼るでしょう。偽の文は功を奏したようですね。うまくいったな。敵は関羽を追い洛陽が空いた。今が攻め時だぞ。今こそ全軍をもって洛陽を攻める。かつての関の都を我らの地とするのだ。追撃している今こそ好機。手薄となった洛陽を一気に攻め落とすのだ。報告、魏軍の将を発見しました。ものすごい勢いで洛陽へ向かっています。敵に俊敏な将がいるようだ。放っておけば脅威となるやもしれんな。この地を踏みにじることは許しません。
学神は退けた。各自引き続き洛陽制圧に注力せよ。周公金、常に勝ち続けるのみ。城内のありったけの兵器を動かせ。ここで敵を食い止めるんだ。セイヤ本部、敵本体の一部が洛陽へ引き返してきます。アヤスも我らの狙いを察知した。戻る敵に対応しつつ洛陽制圧を急ぐのだ。うん、手応えがあったな。やる、あなたかっこいいじゃない。セイヤ、
封印するか。サンゴもなかなかえげつない手を取るもんだ。直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ここだ。このまま洛陽の奥へと進軍せよ。周公金常に勝ち続けるのみ。目立ってらっしゃる。これはきつい。一つ出なぞ。敵将討ち取ったり。将来を嘱望される逸材よ。次に魏軍の武器庫を発見しました。武器庫か。制圧すれば敵の戦力を削れるだろう。おっと、この武器庫を狙ってきたか。それならそれで返り討ちにすればいい。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。ここを失うのは少々まずい。しばらくは防衛に専念しよう。これで勝ったと思うなよ。敵将を討ち取ったり。海と真っ向から当たっては勝ち目が薄い。敵の足を止め洛陽へ近寄らせるの。やっと。敵将を撃ち込んだり。よし、武器庫は制圧した。これでいくらか魏軍の力をそげただろう。周公金、常に勝ち続けるのみ。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。はっ！
の緩みがあったか。敵討ち取ったり。される逸材よ。
敵を蹴散らし勝利へと邁進せん。今日はダメだ俺、調子いい時にまた頼むわ。敵将打ち取ったり、そなたの働き宇宙随一を。せやせや、拙者、出直してまいる。敵将打ち取ったり、ここだ。ティア、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 ティア。よし、これで魏軍の本体は動けまい。この機を逃さず、洛陽の制圧を進めるぞ。ティア、周公金、常に勝ち続けるのみ。魔法軍は関羽を追うのに躍起か。わざわざ我らが剣を交える必要もあるまい。補給にせよ、敵を残らず蹴散らすのだ。やっそろ、ここだ。周遊殿か、援軍片付けない。接近流行り突出した結果がこのざまだ。ここだ。相手も盛況、致し方ない。いや、むしろ関羽殿は十分役目を果たされた。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。あの地、体勢を立て直さねばな。一旦下がるぞ。周公金、常に勝ち続けるのみ。制圧できたな。これで曹操にかなり肉薄しただろう。長安の方も勝利したと報告を受けました。関羽が洛陽から長安に逃亡する際、
劉備軍に多少の乱れが生じたようですが。周遊、雲長から話は聞いたぞ。洛陽を攻めるにあたり弟をおとりにしたようだな。劉備殿、血相を変えてどうなさった。関羽殿がこちらの進軍準備が整う前に単独で向かったのだ。それを援護しては我らも危うかったと思うが。兄じゃ、拙者に落ち度があったのだ。これ以上は。して洛陽におわすはずの陛下はいずこに。帝の御身は巨匠にあるままと聞いているが。何だと。若造、おかげで洛陽攻略は容易になったぞ。礼を言わねばならんかな。あの文はまさか拙者は踊らされたというのか。なんと卑劣な。弟を愚弄しおとりにしただけではなく、陛下の皆すら語るとは。それが盟友に対する仕打ちか。このような非道な者どもと共闘などできぬ。今日限り我らは名誉を破棄する。随分な言われようよな。だが本当にここまでする必要があったのか。はい、すでに我らにとって不必要な命です。しかし諸葛亮は自らの描く策のために慶州や孫吾を利用するつもりでした。その思惑に乗っていては天下二分はなせません。ですが我らから離脱しては領州も離れてしまう。ゆえに向こうから話が出るように仕向けたのです。ふん、洛陽を取るための芝居に帝という奴らにとっての禁忌を使うとは。ではこれからは再び益州攻めに戻るのか。ええ、本当の天下二分への戦いはここから始まるのです。